前ラジオのんべんだらり始まりました。のんべんだらりです。はい、こんにちは。こんにちは。ちょっとさ、この前さ、収録した時に自分の声がめっちゃ、こんにちは、のんべんだらりですみたいなさ、なんかすごいふてくされてるような声、自分でさ、配信するときに、何この怖い声と思って、めっちゃイヤイヤしとるみたいに聞こえて、うん、なるほど。なんか今ちょっと気持ち高めに。でもあるよね、今日さ、同じお客さんと、午前中に喋り、もう一回昼から連絡があって、2回電話があったんな。で、一回目はこっちからかけた電話で、すごい上機嫌やったのに、男性なんやけど、二回目向こうから用事でかけてきた時、もう新人みたいな声になっとったんやんか。突然。医療従事者やないけど、で、思わず、笑いそうになってしまって、大丈夫ですか、死んでるみたいになってますけど、大丈夫ですかって言ったんやけど、思わず。それぐらいちょっとなんか、声ってやっぱり、逆に意識して高くすれば、それ分気持ちもついてくるかなって思うことはあるよね。あるよね。あるある。あるよね。あるよね。で、自分でさ、聞こえる声と、自分がこう、喋りながら同時進行で聞こえる声とさ、自分以外の人が聞いとる声って違うやん。違う。この間うちでは、あかねちゃんの声の話がちょっと話題に出たことがあった。はい。私は、共通、あかねちゃんのことをご存知の方が打ち合わせに見えて。はい。で、声の話に、あかねちゃんの声じゃなくて、一般的な声の話になった時に、私がすごいあかねちゃんの声が好きなんやっていう話を、その方にしたら、どんな声やった？覚えがない。今度聞いてみるわ。つって、ラジオ聞いてみるわ。って、その方は言って見えたんやけど、そしたら、私の夫も、あかねちゃんの声は、性格とのギャップが大きいと、みたいな。これは、どういうことそれ。今言って、これは褒めとったんか、どっちだって、今ちょっと言いながら自分でもちょっと思ったんやけど、なんか、なんつったかな、落ち着いた、落ち着いてないみたいな、これもう何言っても私今泥沼にはまる展開しかないな。いいよ、大丈夫。何も、ショックも何も受けてない。すごく落ち着いて、なんて言ったかな、どういう表現したかな、とても多分人間嫌いとは感じられない声だっていうことやと思うんやけど。ああ、なるほどね。そうなの。で、さらに大学の時の友人に、すごくアニメ声の友人がおったん、仲いい子で。エビン、今日も一緒にお昼食べようよみたいな、そんな感じの声。ほう。いや、なんやけど、わざとじゃなくて、で、背も高くて、上品な顔立ちで別に、アニメっぽい感じじゃないのに。今日全部自分でボケちゃおうってな。じゃ、でもそういう声やと、そういう声やと、声フェチってやっぱりおって、アニメ声が好きなタイプの男の人ばっかりが寄ってきて困るってその子が言っとった。へえ。で、あまりにも、性格はすっごく男っぽいの、その子は。だけど、なんちゅうんかな。そっか、アニメの、そう。キャラ、かわいい。その声の、そう。やっぱ声からのイメージって大きいんやなって思うの。だからまさか、あかねちゃんも人間嫌いとは思わず、声のイメージで寄ってくる人っておると思うんやわ。まさかのそれで人間嫌いかよ、みたいな。そういうこと？声って嫌で、声のイメージってさ、結構占める割合大きいと思うよね、私は。そうか、特に、この、最近はそうかもね。
特にね。さらに。声だけからの第一印象で決まっていくこと多いしね、きっと。声の第一印象なんて考えたことないよね。いや、あかりちゃんはすごく声の第一印象、本人が悪いとかではなくて、声の第一印象、最高にいいと思う、私は。でもさ、あれや、写真写りについても言われるんやけどさ、写真写りが悪い、結構悪いって言われるの？え、あかねちゃんが？笑ってきた。いろいろ写真を。昔から。そう、なんでかもしれん。なんでそんな写真なんみたいな。私逆、写真写りがええんやわ。私は。え、半目？半目じゃないの？そういうこと？あかんよ。半目はあかんけど、写真写りはいいって言われる。うん。うん。それ、なるほどな。それさ、どっちがいいんかな？おるやん。共通のさ、おじさんでさ、最近足を怪我したおじさんおるやん。うちらの間で。はいはいはい。あの人がさ、いつもさ、はい、写真写って、うん、なんでそんな写真やってボロクソ言ってくるやん。うん。そうやね。それがさ、でも、ああ、でもそうか。写真のチョイスじゃない？写真のチョイスのことはさ、あかねちゃんが例えばアイコンにする写真のチョイスとかが、普通のもっとよく見えるのを選ぶだろうみたいなところなのに、なんかLINE にしても、おならプーみたいなのを選んでみたりとか。おならプーはさ、あれはネタやん。うんか必ずしもよく見えるものを良しとしない、うん、とかさ。じゃでもさ、おならぷはまた別 やったけど、おならぷは別やね、うんうん、別やけど自分で選ぶときにこれが自分やなと思って、うん、に実態に近いなと思って選ぶん、うん、そうだね、選ぶんやけど、うん、どっちがいいやろな、実物の方がいいよと言われるんやけど、うん、いや、うんうんうん、そんな実物知らんし、みたいな感じなの。これやし、私の今は、と思って。って思って。なかなかでもさ、実物よりも悪い写真を選んどるってことやんか、それって。選んどるつもりはないけどね。ないけどね、うんうん。実際選んだら、そうなるってことやろ。うんうん、それはなかなかできることじゃないよ、きっと。え？普通の一般の人たちは、ちょっとでも獲物をやっぱり選ぶと思うよ。え？そうなの？え？そらそうよ。もうちょっと待って、また普通じゃないみたいなことになってきたの、これ。でもそれみんなに言われとる、私何回もその言われとる現場見とるよ。なんでそのアイコン選ぶみたいな言われとるよ、ね、うん、言われとるけど、言われとるよね、うん、本人にも言うよね、みんな、うん、言う、うん、だからやっぱ選べやんねって、普通は。へえ、うん、だって本能、本能としてちょっとでもやっぱり、うん、いや、わからん。どこに目つけとんのって私はいつもそうやって言われるたびに。あ、何その、どこに目つけとんのっていうのは、これこそ私の等身大だろうって言う、思っとんのにってことだよね。思っとんのに、うんうん、うん。そう、なるほどね。うん、って思っとるっていう話がしたかったわけじゃないの、私は。あ、ごめんごめんごめん。声やったね。うん、けど、うん、特に、これは話したいっていうわけでもないんやけど、うん、そうそう、あれよ、お寿司屋さん行ってさ、うん、あ、今日の話したかったことはね、うん、声の話じゃなかった、声の話声でもないの？そう、声の話でもないの。はいはいはい。お寿司屋さん行ってさ、何食べるっていうことが聞きたかった。今日は2本立てやね。2本立てか。2本立てっていうか、うん。オープニングトークとまた別の本題があったんや、じゃあ。そう。これオープニングトークめっちゃ長くなってしまったけど。うんうん、ここから本題に入る。はい。お寿司屋さん行って何食べる？うん。何食べる？そんな私はもうそうなの。貝。貝やろ？うん。貝よ。うん。
はい、うん、を一通り攻める。ああ、うん。それ、貝をさ、一通り攻めたらさ、次は何に行くの、うん、貝ってだって、そんなないやん。多くて5種類ぐらいやん。そうね。でも5種類食べたらもう満足。ええー、え、ちょっと待って。回転寿司想定、もう回転寿司以外に最近行ったのがだいぶ前になるな、うん、もう回転寿司、回転してないお寿司。回転して。回転して。いいよ、もう浜寿司で行こう。浜寿司もう回転せえへんもん。シュンってくるもん。そうや。な、そうやね。シュンってくるよな、うん。あかんわ。でも、シュンってくるのも含め、うんうん、回転またはシュンのところね。うんうん、で、貝を攻めたら、うん、貝を攻めます。お腹いっぱいなの？かん、5皿食べて、5皿食べて、デザートも食べたいから。え？デザート。少なない？それでも少なくないですか？もうちょっと食べとるな、でも。食べてほしい。食べるとしたら何食べとんやろう。なんかさ、サイドメニューは？ポテトとかさ、うどんとかさ、あるやん。私、サイドメニュー食べない派。サイドメニュー食べる派？めっちゃ食べる派。むしろサイドメニューばっかり食べる派？サイドメニュー。気づけばサイドメニューのが多い。が6割とかかもしれん。うん。なんならサイドメニューなしでいい。だって寿司が好きだもん。なんかお寿司のお腹を満たしたいのにラーメンとかうどんとかで満たしたくない、うん、寿司とラーメンと両方で満たせるやん。ノン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 。もう寿司なんやな、うん、寿司なら寿司です。何食べとんねやろな。私でもあかねちゃんに聞いてから水だこを時々食べる。美味しいなと思って。あ、タコ美味しいね。美味しいね。うん、でもタコと貝ちょっと似とるやん。水だこやったら。うん、うん、うん。似とるやろ？うん。似とる。やっぱああいうちょっと歯ごたえがあるやつが行きたいな。ああ。茶碗蒸しとかは食べやんの？食べやん。味噌汁とか、うん、そんなの。あおさんの味噌汁とかも食べないよ。あれは、ガリはお茶でいい。ガリ。ガリか。ガリ最近でも食べやんな。昔よう食べとったのになんで食べやんやろ。出さんな、最近。何食べとんやろ、私、ほんまに。あかりちゃん何食べる？私ね、しめ鯖を最近食べんの。私も光もん食べるわ。光もんは食べる。うん、イワシとか、アジとか、一個挟みたい。うん、うん、うん。そうそう。しめ鯖か。しめ鯖だ。しめ鯖、うん。うん。わさびナスも食べるよ。食べてみるわ。食べてみて。あのね、さっぱりする。ナスのさ、お寿司でさ、うん、野菜のお寿司ってちょっとどう？あ、でもキュウリカップ巻きあるか。またそれとも違うけどね。あら、そう？うん。まあ、食べてみて、一度。ああ、そう。一回も食べたことないわ、多分。そうな、結構さ、家族で行くとさ、うん、その自分の家族で行くと、うん、もう、じゃ、違う、自分の家族以外の、それこそ、親戚とかさ、うん、友達とかと行くとさ、うん、え、そんなメニューあんの？みたいなさ、やつを食べたりするんね。でさ、しめ鯖、押し寿司、うん。はいはい、はい。しめ鯖の押し寿司が、私は好きで、それを私が食べた時に、あの妹たちの家族と私の母親と行って、うん、そんなあるのって言われて、うん、で、うん、あるよって言って食べたらめっちゃ美味しかったらしくて、うん、これから絶対しめ鯖のお寿司頼むとかって言って。あ、そうなんやな。回転寿司ってさ、もう決まったもんしか結局食べやんやん。もう自分の、そうな、好きなもんしか取らん。YouTube と一緒よ。もう自分の好きなもんしか取らないから。うん、そういうシステムだもの。うん、ね。冒険はないよね、基本は。案外ね、冒険せんやろね。したいなと思ってもさ、うん。せえへんない。せんよな。うん。
もう、それで聞いてみよう。安全牌でな。そうそう。ああ、なるほどな。海外で私何食べるかな。カリフォルニアロールも時々食べる。へえ。うん、アボカド入ってるって思い出しながらいつも食べる。食べよう、今度。うん。そうやって言われると、食べようかなって思うよね。うん、言われやんと食べやんねやけど。うん、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 うん。あるのは分かっとっても。うん。子供らはさ、もう必ず天ぷらとかさ、ハンバーグとか、うん、うん。唐揚げとか、なんか上がっとるものを食べてへん。うん、うん。食べとる。エビ天をめっちゃ食べてるわ、あの人たち。そうそう。あれさ、エビ天の消費すごいと思うよね。うん。すごいよね。注文でもシュンシュンってよう通り過ぎてくもん。シュンシュンって、うん、エビ天が。めっちゃ飛んでくよね。シュンって。めっちゃ飛んでく。あれさ、そう、あれもさ、なんかさ、うん、家族によってはさ、うん、もう、うん、なんていうの、その一つのさ、マグロとかをさ、4皿ぐらいシュンっていくときあるやん。え、みんな食べんのっていう、みんなで一皿ずつみたいな。そうよ、なんか、そうよ。あるある。4皿ぐらいマグロがピュンっていくときあるやん。ある。でさ、ってなるやん、4皿ぐらいいくとやっぱり。うん、一皿通り過ぎんのとはわけがちゃうでさ。違う。ほ、うん、んでもまず、4皿もいったとかって誰か言ってしまうんよ、うちはな。そう。リアクションみんなデカめやから。うんうん、隣で止まったりするわけよ。そうすると。気まずい、気まずい。気まずい。ほっといてよやんね、うん、別に、ね。そうやろうな、うんうん。私逆やったらほっといてよって思うもんな。うん、でもあれまとめて頼むんやろな、やっぱり。そう、あれ面白いなと思って。面白い。面白い。うん、そう。冒険して、そういう。そればっかり食べてんや。そうよね。話をしたかったけど、もっちゃんが何を食べ、うん、もっちゃん何食べると思う。それをそう、あの、ちょっと予想して、次に行かそう。予想しようか。答え合わせをしよう。うん、ね。もっちゃんはさ、あの、うん、ほら。カキを食べに行っても、しっかり、あの、うんうん、焼いたものしか、食べないから、うん、もっちゃん寿司っていうイメージない。ほんで、食べつけてないものいっぱいあるっていうでさ、そうな。一回一緒に行った時も言うと、刺身もこんなん、何かもわかん、うん、食べたことないっていうのいっぱいあったりな。何食べんのやろ、サーモン。一回行ったんやけどな、もっちゃんと。せやんな。炙りサーモンみたいな。もしかしたらもう全部サイドメニューでもう終わるかもしれない。いやいや、寿司一貫ぐらいは多分、サーモンなんかな。だって、お寿司なんてほとんどご飯だよって。炭水化物じゃんみたいな言うかもしれない。唐揚げとか頼むかもしれない。もしかしたらそれでも。うん。かもね。それこそ、エビ天は頼むとか、すごいドヤ顔で言うかもしれない。あ、ありえるな。何やろ。寿司じゃないな、みたいな。ええ、な、サイドを頼みそうな気がする。サイド頼むかな。何やろな、もっちゃん。あかん、全然わからんね。なあ、うん、案外わからんかった。穴子とか、うなぎとか。ちゃんと煮てあるとか甘だれで食べるとかほんでタレの味やぞそれはってまた言われてもう言われたことあるから、 あるからもう食べへんことにしてる、うん、これ嫌な苦い思い出があるからつって食べやんかな、何やろな、じゃあ食べるもんないやんってなるよね、うどんとか言うから。ハンバーグじゃん。ハンバーグしちゃう。生ハムとかあるやん。あ、カルパッチョとかかな。もうそれこそアボカド入ってるやわ、きっと。アボカド入ってるかな。あ、わかった、どうぞ、どうぞ。自信あるよ。これだと思った。お稲荷さんとかさ。私、なり寿司好きなんさ、茶色いし、茶色い食べ物最高っつって言って食べとりそうちゃう。茶色い食べ物やっぱり最高っつって言いながら。言ってそうや。ちょっとさ、そうや、それやったこと、うん、それしてなかったら今度さ、行ってさ、やってもらおうよ。
もらおう。言わんけどなって言いながら。なんかこっそりさ、もっちゃんと違うテーブルにして、うん、うちらは。遠目から、次もっちゃん何食べると思うって言って、シュッてくるやつを当てるっていう。そやな。そうしよう。うん、私、お稲荷さんやと思う。お稲荷さんやわ。答えは何でしょうか。答え来週。ね、うん。そうやね。そうしよう。答え合わせしよう。よし。じゃあ、聞いている方も予想をして、はい、当たったら、のんべんだらりのグッズあげるんで。いなり寿司をあげます。いなり寿司な。グッズ？いなり寿司。そんなこんなで、うん、今日もやっぱりもっちゃんいないからまとめる人いませんので、はい、まとめます、はい、まとめないですけども、はい、このまま、はい、予想してくださいっていうことで、はい、フェードアウトです、はい、じゃあまた来週はい、また来週。